シャーンドル・コチシュ、ハンガリー語、コチシュ・シャーンドル、コチシュ・シャンドール、1929年9月21日から1979年7月22日は、ハンガリー出身のサッカー選手。ポジションはフォワードで、主にセンターフォワードを務めた。177センチメートルと目を引くほどの長身では、なかったがヘディングを得意とし、黄金の頭という異名を取った。 1950年代前半にマジックマジャールと呼ばれたハンガリー代表の中心選手の一人で、1954年に開催された第5回ワールドカップ、スイス大会で11得点を上げ得点王となった。この時の1試合平均2.20得点という記録は2014年の時点で破られていない。1956年のハンガリー動乱の影響でスペインに亡命し、以後は、 チボル・ゾルターンと共に FC バルセロナでプレーした。晩年は、胃がんのほかアテローム性動脈硬化を患い左足を切断した。1979年7月22日に49歳で、亡くなったが、誤って病院から転落をしたとも、自ら飛び降りたとも言われている。1999年、 ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で68位に選出された。ありがとうございます。